したんだね。赤目もスープも美味しい。体が温まります。だし巻き1が出店してました。朝10時過ぎでこの状態でした。だし巻き1です。並んでます。なにわ酒造で日本酒を買います。牡蠣の味とだし巻きも合います。おいしい。日本酒にも合います。日替わりのメニューで入れてほしいですね。蒸し牡蠣もありました。楽しみです。安いです。牡蠣飯は温めてくれました。おいしい。そのままで食べるのが一番好きです。美味しいです。味が染み込んで美味しいです。6個で500円は安いです。牡蠣のお好み焼きを食べたいと思います。酎ハイを買いました。ネギが上にかかってるのは珍しいです。
キャベツが多めのお好み焼きです。マヨネーズをつけて食べます。おいしい。キャベツとネギも一緒に食べてもおいしいです。チューハイもうまい。を発見しました。おいしい。なんと柿の殻に乗ってました。ナイスアイデアですね。寄ってきました。お腹も膨れてきたので最後はカキコロッケで締めます。美味しいです。クリームコロッケです。クリームとの組み合わせも美味しいです。